どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は勝つためには前に出る、光栄が活躍するために必要な前に出る努力となります。トライストリンガーなどの光栄を使っていると一度は直面する問題、前に出るについてです。これはスプラの前衛後衛間でもたびたび話題になりますよね。前に出てほしい、後ろに下がりすぎないなど、いろんな意見があります。そこで今回はトライストリンガーを使う上で前に出る強みからタイミングなど意識を上げるコツについてまとめていきたいと思います。前に出る強みというのは知っているかと思いますが、実際前に出て変わったことや経験談をもとに話していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。そもそもですが、後衛武器というのは前に出る必要があるのかという問題があります。これに関しては個人の考え方次第で大きく変わると思いますが、勝つことを考える場合は出る必要があります。理由としては、一方的に攻撃するなら前衛よりも後衛の方が適しているからです。後衛武器については、基本的に射程が長く攻撃を当てることができれば相手を前に出づらくさせます。少しでもダメージを与えていれば前衛が簡単に削り切ることができるため、生存も上がりますし、キルも取れます。さらに視線は後衛に向きますので、前衛が潜伏していればバレずに背後を取ることもできます。何かと連携が取れるんですよね。ですが前衛のみが前にいた場合、後方から支援を受けることができないので、デスする確率が一気に上がります。安定して前線を維持するには味方の生存は重要です。そのためにはラインを合わせて前に出るというのは必要かと思います。こういった点から考えると、前に出る後衛というのは前衛にとってもとてもありがたいものとなります。理想論なのもありますが、再現できれば強い動きなのは間違いないので必要なことだと考えています。前に出るのは必要だということは、後衛武器を使っている皆さんはわかることかと思いますが、簡単ではないですよね。これは後衛ならではの悩みがあるからだと思っています。一言で言えば、前に出られない状況が続くということです。例えばですが、後衛が立てるポジションが少ない、前衛が連続でデスするから動けない、デスしたら防衛ができずに逆転されるなど、理由は様々です。ですがよく考えると、自分以外の要素に影響されて前に出づらいっていうのがよくわかります。後衛の悩みというのは、周りが見える分状況の把握から前に出るリスクが大きいと感じることが原因です。そのため前に出るのはある程度安心できる状況になってからになるのではと考えています。ワイプアウトがいい例ですね。この状態だといつまで経っても味方依存で、状況が出来上がるのを辛抱強く待つことになりますよね。ですが逆を言えば、悩みを気にせずに自分なりの強みを押し付けることができれば状況を変えれるかと思います。状況が出来上がるのを待つのではなく、自分で状況を作るように意識を変えていくことが大事になるわけです。そのきっかけが後衛も前に出るになるわけです。敵が来てくれるより自分から仕掛けて押し込んだ方が何かと状況を作れますからね。自分主体で動かす方がコントロールしやすいかと思います。前に出るということはなんとなく分かってきたかと思いますが、そもそも前に出るというのはどういうことでしょうか。味方が敵陣に突っ込んでいったらついていくことでしょうか。敵陣の後衛ポジションを取ることでしょうか。この前に出るという言葉ですが、僕の考えとしてはチームの前線ラインに合わせるということだと思います。ではチームの前線ラインを合わせるというのはどういうことでしょうか。まずチーム内の立ち位置はこんな感じです。前、中、後衛の並びはこんな感じで、マップによって位置が変わってきます。この陣形が基本になってますので、状況に合わせて動いていくというのが重要になります。ですがよくあるのは、一人だけ離れていってしまうという状況です。これはマップで押し込む意識が強いとよくありますね。こうなるとチーム自体の陣形は崩れやすくなります。そのため隙間を埋める作業として前に出てカバーする必要があるわけです。こうすることによりチーム全体で前に出ることができますし、何よりカバーが早くなるためリスクが減ります。
隙間が空いていた方が相手にとっては倒しやすい状況ですからね。これがチームの前線ラインに合わせる強みです。ということは、ある程度味方と距離感を把握しておく必要があるというわけですね。また前衛と一緒に動くことが想定されるため、デスしないギリギリのラインを覚えていく必要があります。これが後衛なりの前線ラインになると思います。前衛と後衛では前線ラインの考え方はもともと違いますからね。このあたりは注意が必要かと思います。後衛なりの前線ラインについて話しましたが、ここで一つ問題が発生します。それはデスの回数が増えるという問題です。これに関して言わせてもらうと、経験を積んで上達するための必要なことだと思います。よくデスしたらいけないとか、デスしない方がいい後衛というのがありますが、過剰なゼロデス意識は危険だと思います。デスしないことを意識しすぎて前に出ないのは、デスしないのではなく安全な位置にずっといたというだけになります。しっかりと前に出て味方のカバーをしつつ、危険を察知したら即座に後退して敵の進軍を抑えた、かつデスもしなかったという意味合いでは大きく違いますよね。ですが、後衛としてこのデスのラインというのは経験と反省をしないと身につかないものだと思います。正直僕自身も最初は前についていくのは対面力や後退意識の低さもあってなかなかできませんでした。ですが、対面の数を重ねて前に出るようになり、抑え込むための前に出ることを繰り返すうちに自然とデスは減りました。これは経験による成長だと思っています。後衛なのにデスしすぎて悪いなっていうのもありますが、勝てればよかろうです。デスを恐れるより勝ち筋をこぼす方がもったいないですからね。あと長くプレイするならそっちの方が身につきます。前に出て失敗して反省して改善して、同じことをしないように反復していくのが一番成長できることだと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。勝つためには前に出る、後衛が活躍するために必要な前に出る努力はいかがでしたでしょうか。今回は後衛の前に出るという部分について意識の話から改善した経験談を交えてお話ししました。正直なところ、前に出るってなかなか怖いことなんですよね。対面力もいるし、自分の足りないところも見えてきますからね。ですが、ある程度試合を自分で作れないと勝てないですし、上達もしないので頑張って前に出たいところです。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。